ダイエットをやりたいんだけど超ハードル高いなって感じている方、実は超1日1分でできるすごい習慣があるんで、これをおすすめさせてください。何をするかというと、朝起きたら1日1分から10分、10分以上やっちゃダメですよ、外をジョギングするんです。そう、それだけなんです。もう本当に1分だけでいいんですよ。これを週6回やることによっていろんな変化が脳の中に起こります。まあ本当にこれ天使のカクテルって言われてる3つの幸せホルモンが流れてくるんですね。一つ流れるのがドーパミン。ドーパミンが流れると自分のフォーカス、そしてやる気が自然に上がってきます。で、次がオキシトニン。もうオキシトニンがもう本当にこの幸せホルモンですよね。愛っていうか自分が大切にされている、本当にラッキーだな、今日いいこと起こるなっていう心の中から感謝を感じるようなホルモンが流れてきます。そして最後にですね、エンドルフィンっていうエンドルフィンが流れてきます。この知ってます？エンドルフィンの最後のフィン、It's モルフィネのモルフィンのフィンなんですよ。そうなんです。実際にエンドルフィンが流れると本当にモルフィンもちょっと入っているので幸せになってきますね。ランナーズハイってありますよね。ちょっと走るとニコニコってやって、ああいい感じって、まさにこれがエンドルフィンです。で、1日1分から10分外を歩く、まあ、走ることによってですね、この脳のホルモンバランスが変わってきて、自然に健康になりたい、自然に辛いことがあっても大丈夫、乗り越えることができる、自然にダイエットしたくなるっていうような変化が起こってくるんですね。なのでですね、本当にジムに行くの難しいな、大変だな、厄介だなと思ったら、ぜひですね、朝1日1分そして10分以上やっちゃダメですよ。1分から10分、できれば週6回、もう簡単に最初下降りて外行ってはーって呼吸して戻ってくる、それだけでもいいんです。これを週6回続けることによってものすごいポジティブな変化が起きてきます。ぜひ楽しみにやってみてください。 Thank you so much and I'll see you in the next video.